第1人目の出場となります。現在文学部の2年生、茨城県立中部高等学校の出身、馬力は現在4年目になります。アンカに収めますトーマスクラブスは16歳になります。カノーバンシュ、ここで4番障害で犯行の上、障害を落としてしまい、壊してしまいましたので、障害復旧の後にまた走行を再開していただきます。点4点にプラス6秒の走行タイムに加算タイムが入ります。最終障害の10番障害、クリアいたしました。